ナミ。こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエスやっていきたいと思います。今日はですね、称号チャレンジやっていこうと思います。2連発か3連発かちょっと悩んでるところなんですが、2人か3人に称号をつけていきたいと思っております。で、まあ誰につけるかっていうお話ですね。1人は気楽、1人はちょっと同値チャレンジなので結構ガチっていう感じです。で、1人目はですね、まだ称号がついてない選手ですね。こちらパットン将軍につけていきます。まあ、9位 A はキープしたいんですけれども、まあそれ以外だったら何がついてもいいかなっていう感じです。特にね、同値になったり請求 A に乗ったりとか、そういうスタミナ B に乗ったりとか、そういうのないので、まあ気楽にやっていこうかな、死者狙いでやっていこうかなっていう感じですね。で、2人目、今回、まあ、これで決まれば終わりたいんですけど、柳田選手です。はい、今電光石火がついているんですけれども、本来はミートとパワーの差が1でミート型となっているので、この差の1を埋める同値にできる称号が欲しいです。はい、まあ、なんならパワー型になっちゃってもいいかなと思ってます。なんか最近ね、ミート型の選手が増えてきてるんで、まあパワー型になってもまあまあいい、微妙ですねどうしようかなまあいいかなと思っております。ちょっとそれはオーダー見ながらまた考えます。はい、でここで同値にできたら終われるんですけど、ちょっとね、もし同値にできなかった場合はちょっと今まだ悩んでるんですけど、浅村選手、実はこの前 S ランクを引きまして、ちょっとねもったいないとか言われちゃいそうなんですけど、 S ランクで称号をつけて同値狙っていこうかな。でもこれもね、ミートが1上がる、称号狙わなきゃいけないのか、ミートとパワーのその1を埋める称号を狙わなきゃいけないんですけど、ちょっとねこれは悩んでます。なので柳田選手の結果を見てから決めようと思います。はい、一回ねやったことあるんです、動画でも。 S ランク使って称号チャレンジっていうのは一回やったことあって、マルティネス選手、去年のマルティネス選手 S ランク使ってちゃんと同値当ててるんで、ちょっとね S ランク使えば欲しい称号来るんじゃないかとも思うんですけどね。はい、ということでもうやっていきましょうか。まあ気楽順です。今回も将軍からつけていきます。2人いるんだけどね、まあ、とりあえず1人は残しておきましょう。で、極意書も使わずこのままでやっていきます。あ、狙いは、すいません狙い言うの忘れてた、勝利の使者ですね、これ狙い、あと強心臓、このスピリッツが上がるやつを狙ってやっていきたいと思います。じゃあね、極意書読ませません、いきます。いやー、ちょっとね、まあこれはまあこれはいいです、これは気楽なんですけど、次が胃が痛いのでちょっとこう、おー、はい、請求自慢いいですね。請求が上がって、特にね9位も下がらないので、この称号はこのままつけておこうと思います。 OK です。じゃあ次、もう本当に決めたい、柳田選手ですね。はい、これね A ランク契約書から出てきたんだったかな、これでやっていきます。柳田選手はパワー自慢かラン&ガンか、あ、飛ばし屋でもいいのか、飛ばし屋以上いや来るのかっていう感じですね。この3つ狙いです。はい、やっていきましょう。そう、極意書悩んでるんですよね。前回1冊と2冊でやったんだっけな。別に星4を狙ってるわけじゃないので、3冊でいきますか。じゃあ3冊でいきましょう。いや星1も残したいんで3冊でいきます。はい、じゃあいきます。もう何が来てほしいか忘れちゃったけど、3冊読んでもらってお勉強してもらってね、いきますよ、お願いします、お願いします。いや、もうどっち決められたら大きいよ、大きいよ。あ、いい称号来ためっちゃいい称号来た、アンダ製造機、これはあ、いいですね。まあ走力は上がらないけど、ミートパワーがめっちゃ上がる、いくつ上がるんだろう、わかんなくなっちゃった分かんなくなっちゃったんですけど、ミートパワーがめっちゃ上がる称号です。はい、いやー、まあまあどうしようかな、パワー上げた方がいいですよね。これこっちにしましょう、走力はいいや。はい、こっちを残します。どうしよう、やりますか。じゃあやるか、浅村選手。くー、実はねプレゼントボックスにまだ幽閉しておりまして。はい、やります。じゃあもうやるか。はい、浅村選手、ちなみに前回はミート型になってしまったので消しました。前回称号チャレンジ、同値チャレンジしてミート型になって称号消したんですけど、まあ、狙っていきましょう。でこのミートとパワーの差の1を埋めます。ミートが1
大きくなる称号を狙っていきます。なので狙いはミート自慢、もうこれでいいで、お星1でいい、ミート自慢か切り込み隊長かスナイパーか、あーでもそっかでもいいな、ここら辺でもいいんですね、この打撃を極めし者でもいいんですね。じゃあちょっとケチらずがっつりいっちゃうか、ミート自慢でもいいんだよな、あのいっぱい使いましょう、極意書もういいや、狙うもう狙いますもうね、本当にね、また称号運はあんまり良くない、まあ、古田さんはね引けましたけど、いっぱい使って引けましたけど、あれも相当チャレンジしたんで、さっき3冊でダメだったんだよね、4冊かな、4冊でいきましょうか、星にも残しましょう、優柔不断だな、いやでも大丈夫大丈夫、はあ緊張する、いきます、いいよね、ミキサーするより価値がある一発だこれは、いきましょう、わかんないけどわかんないけどね、お願いします、何が来る何が来る、あいい称号来ましたね、バズーカーか、バズーカーか、まあいやまあミート A 乗ったんで、そうミート A 乗ったのは結構個人的には大きいかな、うん、だし、うん、コンボ出しやすくなりますからね、はい、まあそうですね、今回最低限ミート A 乗せるっていうことを言わずにやっちゃったんですけど、ミート A 乗ったんで OK にしたいと思います、でまあいい称号ついたんで OK かな、極意書だいぶ使ったけどまあいいでしょういやーどっちにしたかったな、なんか今順位めっちゃ良かったですね、はい、現在の、いや覇王で頑張ってますけど、今みんな最強決定戦に向けて純正の方はめちゃくちゃ強化してると思うんで、リーグ戦もきつくなってくると思うんですよね、今171位だって、あ5立てしてるのか、はい、いやーまあはい、まあいいでしょう難しいですね本当にね、称号はね、まあ、これからもねめげずにチャレンジしていきます、同値がなかなか引けないんだけどね、はい、ああそう、そろそろ生放送とかもねやれたらいいなって思ってるんで、もしかしたら急にやるかもしれません、はい、夜になると思います、ということで終わろうかな、今回はこの辺でおしまいにしようと思います、最後までご視聴いただきありがとうございました、またねいろいろやっていくんで、よかったら見に来てください、今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ、痛い痛い、ぶつけちゃった。